ですね、初めてのおしゃべり料理生配信、毎週月曜日、水曜日、木曜日生配信しておりますが、あ、毎度毎度おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、初めてですね、生配信で夕食作りをするというのが。ありがとうございます。皆さん、今回、なんとですね、祝300回目、ありがとうございます。皆さんが見てくださってるおかげで300回を迎えることができました。300回もここでなんかご飯作っておりますね。今日第1回目から全部見てるという方もコメント欄に書いてくださったり、最近このバタヤンチャンネルをして見るようになりましたよという方もいてくださったりですね、あとたまたま今見てるでという方、ありがとうございます。皆様本当にありがとうございますね。皆さん、ナミッティちゃん、ヤマちゃん、ソイちゃん、こっちゃん、かなさなちゃん、はるなちゃん、そのそのちゃん、やーようちゃんかな、ゆずここちゃん、さとみちゃん、皆さんのあたかちゃん、ありがとうございます。たくさんの方が、もう1000人の方が、いや私今日ね、皆さんほら、あ、お湯は、お風呂沸いてますね。もうすぐ子供たちがやってきますから、お風呂沸いてます。ちょうど夕食作る時の時間やん。だからもうほんまにもう1000人なんてとてもじゃないけど行くわけないと思ったけど、嬉しいな、皆さんお忙しい時間やのにありがとうございます。ということでですね、早速作っていきましょうか。いや嬉しいな、ほんま嬉しい、ありがとうございます。もう1600人の方が、こっちは1700人ない、こっちとこっちの違いは何なんでしょうか。よし、やっぱね、何が悲しいか言いましょうか。これね、あれができへんねん。フロリダできへんねん。フロリダできへん。もう生配信フロリダなし。だからちょっともう肌質がもうフロリダじゃないのよ。いつもやったらパーッとこう綺麗でしょ。こういう感じ、実際の色こんな感じですからね。よし。じゃあ今日はですね、あれ作ります。ピザ。うん。なんでか言ったら今日300回記念ね、やっぱりこう皆さんが見てくれてるのもそうですけれども、やっぱ子供たちのおかげもありますので、子供たちのリクエストでピザ、ポテトフライ、ほんで、うちの次男が大好きなキャベツのサラダも作ろうかなと思うのと、あとね、今日にかけて作りながら喋ろうかな。こんな風にずっとやってる場合じゃないのよ。やってる場合じゃない、作りながら喋りましょう。たまにこれがありますからね。よっしゃ、足りるかな。今日うまいこと言ったらええな。いつ今までピザ失敗したことないけど、今日に限ってピザ失敗したら嫌やわ。ほんで今日マイクがないから聞こえてるよね、声はね。手洗っとこうか、必要な。一応さっきも洗ったけど、こう手汚いっていう感じに見られたら嫌やかな。清潔感あふれるおしゃべり料理をお見せしたいと思います。なんせ祝300回ですからね。こんだけこうやって洗うけど、そもそもこれが綺麗なんかっていう話になってくるけど、これは多分綺麗でしょ。まあピザも焼いたら火通しますから、火通したら何度でも菌が全部焼き死にますからね。大丈夫です。ありがとうございます。あー、すごいすごい流れていくやんか。嬉しいな、みんな。 A ちゃんはね、今子供のサッカーを迎えてくれてて、ほんまはね、この時間やったら全然子供たち帰ってくれないけど、ちょっと見たいやん、旦那も。平日の練習なかなか見れないから。で、なんで、ちょっと待ってね、私あんまり喋りながらやったら、これ1枚分が強力粉150枚やけど、今日ピザ3枚しようと思うから、450g やな。 450g の強力粉入れましょう。 450g の強力粉や。うちの旦那ね、やっぱフロリダちゃうかったな、暗いな。これぐらいで喋った方がいいの。うちの旦那ね、ちょっと歪んでるな。うちの旦那ね、もうすぐ手術すんのよ、膝の。ほんでまた歪んでるな。ほんで手術すんねんけど、その検査をちょこちょこしていかなあかんのね。でその検査が今日結構長い時間かかるからということで、もう会社お休みしたのよ。お休みしたんです。だからたまたまやねん、別にこの日に合わせてとかじゃないねん、たまたま。だからこんなことがあるんだな、みんな。私今からあんまり喋ったら何もね、これ分量間違えたらもうヘンテコリンなピザになりますから。これ 450g やな、ぴったりなれへんかな。これちょうど入れて 450g やったらいいけど、あー 460! 10g は超えてよということにしておきましょう。
462g、これぐらいでお会計にしておきましょう。ちょっと戻した方がいいかな。ええわ、いいとしよう。 10g なんかへでもねえわ。ほんでここに砂糖第1をかける3、砂糖第1かける3、あんまりこれここで今喋るとね、何分入れたかわからんくなるから、ここは誰も喋りかけないでくださいね。よし、で塩が小さじ2分の1やから、小さじ1と2分の1、小さじ1と2分の1です。塩小さじ1、2分の1、んで、ぬるま湯は 100cc やから、かける3は今ぬるま湯をやってる。ドライイースト 3g かける3で 9g、 これはこの上からやったら失敗したら大変なことになりますから、高健哲先生にいただいたね、こちら高健哲先生からいただいたやつ。ごめんね今日ね、なかなかね、もう2000、いやー嬉しい、嬉しすぎる、泣きそう、ありがとう。こんな時間言うのに、みんなご飯作りながら見てんの、すいません。それとも今日みんななんでこんな見てくれてんの、どうしたん、暇なん、暇ちゃうでしょ、どないしたん。むちゃくちゃ嬉しいわ、もうありがとう本当に。いや私ね、これちょっと始まる前にさ、ちょっと5時くらいかな、チャット見てたら、もうこの日が楽しみで、今日の日のために、育児頑張ってました、みたいなこと書いてくださってるね、チャットの中であって、めちゃくちゃ嬉しい。なんかさ、誰々のライブにもうすぐ行くみたいな感じやんか。もう、たかが生配信でそんな風に言えて嬉しいですね。あ、帰ってきた。お帰り。今日はマイクの映画とそのまま行けるわ。ちょっとすいませんね。みんな帰ってきました、皆さん。今もうみんな生配信やってるからね。うん、マジで。そうだよ。生配信。すいません、無言で頑張って。あれ、これちょっとなんか遅れてんのかな、このチャット。なんか遅れて、ちょっと一回これ勇気を持って一回消すやつしようか。勇気を持って一回消すやつにしてみ、ちょっとごめん、龍のこれちょっとスマホ借りてます、ごめんね。お風呂沸いてるよ。はーい、生配信。いや、もう3000人になってる。ちょっと待って、いつもお昼とかでもこんな夕方に、ちょっとどうする。5万人見てください。5万人そうしないとコーチに走らされるんです僕。コーチに今日な言ってきたやな。でこれ待って、 3×3 サザンが 9g、 ドライイースト3枚分は初めて作るかな。よし、今 8g やから、こっからが勝負。なんかお弁当箱見る？うん、見たい。何もない。今日娘の最後のね、保育園からいつもお弁当作れへんねんけど、今日はなんかその遠足的なやつをしてくださって、見せて。全部食べちゃったんやったら嬉しいやんか、残すよりも。見てみよう。おにぎりもちゃんと見て。おにぎりも全部食べたの？すっごい大きいおにぎり、お母さんに1個作ったんだけど。食べてるよ。大きいおにぎり2つ食べてる。もう全部おにぎり食べてますね。おにぎり食べてます。その中も。じゃあ、ゾウさんの中も。ゾウさんの中も全部おにぎり。すっごい大きい。1回足りひん言うたから多めに作ったのも。
ほんならもう、これ、おめでとうも全部食べたん。うん。うわー、ちょっと見てみよう。嬉しいなぁ。最高、最高。どれぐらいちゃんと食べてるか見てみましょう。きれいに、きれいに食べてくれてます。きれいに食べた。なんかお弁当の匂いするわ、なんかわかる。お弁当洗う前の匂いする。きれいに食べてくれてる、嬉しいな。嬉しいね、本当に。お弁当も水つけとこがこうなったら、ついにさっき手洗ったのに、またこれよっしゃ。よし。なんかみんなのチャットと私のこれがちょっとずれてるような気もするな。まあちょっと気にしないでやっちゃうね。ほんで、また入れた、大入れた塩。あとサラダ油。サラダ油も入れてまおうか。サラダ油を入れてしまう。サラダ油やけども私は、おしゃれにこれでいこう。ね、油には代わりのオリーブオイル。オリーブオイルを入れます。これもこのまま入れてもうて、もう結局混ぜ混ぜするからね、もう順番なんか関係ないんですよ。で、これは1枚分が大さじ1やから、これは大さじ3入れていいとしましょう。1、2、3。よっしゃ。で、これドライイースト、ドライイーストを入れて、うん、あ、そうそう、サニトモちゃんピザ作ってるのね。ピザ作ってるんですよ、よくわかったね。私ピザ言ったっけ、言ったな。あ、静かにしなくて大丈夫よ。あのテレビの音とかだけ気をつけてください。よし、ほんでここにこれ入れて混ぜていくだけ。あとこれぬるま湯になってるよな、結構熱い気するけど。熱っ、どうしよう、熱いわ。ぬるま湯になってへん時はどうしたらいいんでしょうか。どうしようかな、ちょっとこれ1分ぐらいこうやってちょっと冷ますわ。どうしようかな、冷まそうか。どうしたら冷めるかな。お、思ったより熱いわ。熱かったらあかんのかな。もう熱いわ。ぬるま湯でもなんでもない、熱湯みたいなこと。20分前に沸かして蓋しっぱなしだったのがあかんかったのかな。あ、バタヤン初ピザか。違うで、ピザは私ね、1、2、3回ぐらい作ってますかね。これ4回目ぐらいかな、確か。うん。かいちゃん卒園おめでとう。あ、材料のメモ書き見せてほしい。了解了解。これピザ1枚分ですね。ピザ1枚分です。で、これはもう自分の家の何回かやっていくうちに、ほんまは200度の余熱で15分から20分焼くって書いてるけども、12分でいいなっていうことが判明したから、これは12分にしてみました。よっしゃ、もうええかな。氷粉だけ入れようか。 300cc じゃなくなりそうな気がするけど、氷粉入れて。氷がで、氷もすぐ溶けへんもんやね。あ、ちょっと溶けてきた。もう行こうか。ちょっと待って、熱いかね。ぬるくはね、熱いね。くそー、ぬるま湯を作っとかなあかんのにね。ぬるま湯じゃなかったらもう行ってまおうか。これぬるま湯、まあまあ熱い、ぬるま湯でもいいんかしら。もう一個入れようか、氷。ってことは、大さじ1分ぐらい残したいんかな。いやだし、あ、ちょっと 10g 多かったからな、粉が。どうしよう。もう行こう。行きましょう。氷入れて、あ、水でもいいの？水入れていいの？え、ちょっと待ってよ。私、ぬるま湯って書いてるから、絶対水入れたら？いや、ちょっとこれ入れるわ。え？わかったわかった。あ、そうか。わかったわかった。なるほど。こんなな、そっか、こうしてここに水入れて、でここで 300cc にしていったらいいの。
これ一回熱湯入れてこれがパキパキってプラスチック割れたことあるから言う。私がぬるま湯に異様にこだわってしまうのよ。ただの水やとダメでしょ。こういうのぬるま湯って書いてるからぬるま湯にしなダメでしょ。あ、ぬるま湯や。あ、こうしてったらいいやんか。で、ここで 300cc 測ったらいいわ。よしよし、これでいきよう。これでいきましょう。よし。ほんで、ここにジャーしますね。ここをこう、クッという、こういうふうにできますからね。だから私ね、これが始まる5分前まで何を見てたかっていうと、このおしゃべり料理の第1回をずっと見てたのは、ずっと言っても12分ぐらいの動画ですけど、なんか泣けてきたわ。ちょっと泣けてくる前にこれは今からやりますから。これドライイーストのとこにギャーかけるはずやねん。一気にいってもうていいかな。一気にいったらあかんか。では全部入れたよね、私ね。塩も入れたね、全部入れたね。これ初めヘンテコリになるんですけども、こんな状態なんても信じられへんぐらいになるんですけども、だんだんなんとかまとまってきますから、なんとかまとまってきますからね。でね、おしゃべり料理のね、第1回目の納豆野菜炒めっていうの、なんかさ、一言で言ってういういしいのよ。ういういしいの、ほんとにそんななるよね。よいしょ。これちょっと、これ水の量は私300で測ったよね、ちゃんと。これほら、もう信じられへんことなんのよ。このように、このように信じられへんくなります。だから今日は旦那もいるから、こんなことなかなかない。平日に旦那さんがいるってほんまに年に1回か2回やのよ。それが今日の300回にぶち当たるってなかなか嬉しい。いや、だからそのおしゃべり料理の第1回目見ててね、それこそ今でこそこんな風に上にしたり下にしたり右へ左へってもいろんな部品が増えて、私もこういう、その時はもうこれが動けんか、全部自分がこうやってたんやもん。しかもさ、何？ん？今ちょっとお母さん。ダメ？いいよ。ああ、ママにどう？うまいでしょ？あかり、何のことかなと思ったの。これだよ。作ったんか？これ何作ったの？ここで。お財布？バッグ？バッグです。うまいでしょ。ね、今度のバタトモグッズはこういうのにしてもいいかもしれないですね。今日これいっぱい作るよ。これいっぱい作ってくれるの？いいよ。今度これ100個ぐらい作ってくれたらみんな買えるで、これね。いいよ。みんなこれ100個作ってくれたら、あかりちゃんが。1日に2枚作る、内職やん、それ。1日2枚だったら、あれを作れますっていう。水のり割ってるよね。なんかいつもと違う気がする。本当にこれで合ってんのかっていう感じでしょ。私も不安になってきたわ。とにかく、ね、寝るしかないわ。これ水の量は、水も粉の量も何も間違いはないね。今まで全然絶対失敗してないから。そうよ、あかりが作った人。ここはもまくり上げたいな。ちょっとリュウ、ごめん、ここグーってお母さんの腕まくってくれへん。お母さんの腕まくってくれへん。これこのまま握りしめて、こうぐって曲げて、じゃあこうするだけでいいけど、ぐっと揉み切りと思って、よし、あ、痛い痛い痛い、血止まる、よし、血止まる、血止まる、ママありがとう。わあ、すごいすごい、上手や。なんか水の量が多いんかな、いつもと違う気がする。とりあえずこれ5分はこねなあかんから、今から5分いこうか。5分こねるときはね、分量は裏切らない。のどさん、そやな。今こんな状態ですけど、分量裏切らないよね。これ合ってるよね。今日に限って失敗したら嫌やわ。
え、私待って 300cc にしてたよね。400までいけへんわ、絶対 300cc でお水やるから。あーしゃ、うん、すごい3700人だよって。ほんまそんなたくさんの方が、みんな、じゃあお昼時なのか、どういう状況で皆さん見てくださってるんだろう。だからいつも宴会とかは寝落ちしてしまう、もしくはお昼のランチは働いているとか、そういう方が今日やったら、この時間やったら見られる方がいらっしゃるのかな。嬉しいね、ありがとうございます。もうこんななってね、ちょっと待ってください。これ5分、こんなんちゃうかったけどな、いつも。あれ、こんなんちゃうかったけど、こんなんやったかな。なんやろ、めちゃくちゃやな。うるさいわね、この下のガラス。こっちからこう、まるでダンサーのように、こっちから、こっちからこうやってこれを撮りました。そして皆さん、これね、100均で買ってん。6枚で100円のやつ、めちゃくちゃええわ。私数年前に100均で、めちゃくちゃいいわこれ。今まで使ってたやつよりはちょっと劣んねんけど、ちょっと劣って6枚で100円やったら十分や。この仕事はなかなかいい仕事してます。これいつもこんなんやったかな。久しぶりにピザ作る気がする。よいしょ。もうほんまに分量合ってる。分量裏切らないよね。何回もチェック確認します。分量を裏切らないでいいんですよね、皆さん。なんかずっとやってたらもう手にもひっつけるようになるけど、これ手から離れる時一生来ないよ、これ。一生来ない。大丈夫かなって思うよね。てんてんてんか米印ちゃん、大丈夫かなって私が一番思ってる。大丈夫かな。ちょっと待って、私これ何回もやってんねんって。私見たことあるでしょこれ、ピザ何回もやってんねんけど。ちょっと待って、あれ、 A ちゃん、ポテトフライ買ってきてくれ。あ、ポテトフライ買ってきて、ポテトフライ買ってきてもらう。ちょっと待って、これ、これ冷凍庫入れとかなかった。よいしょ。入れとかなかった。これで合ってると信じるしかないわ。筋トレやで、ほんまに筋トレや。もうせめてもうちょっと。みんなピザなんですねってね。あ、そうです。今日ピザ作るんですけど、ピザ3枚分の生地なんですけど、これ。こんなこと、あれ、これなんかなんて粉なのかな。とにかくあと1分半ぐらいこれしたらいいんですけど。おかしな話やで、これ本当に。周りにへばりついてるのをちょっとこうか。5分やけど、もうちょっとやっとこうか。これ3枚分やから、グーでするわ。グーで、グーでこねるというか押すやな、これ。こねるというか押す。でもね、このピザほんま美味しいね。作ってくださった方いるかな。頑張れ、チョコパンちゃん頑張れ。おばさんが一生懸命こんなんなって、こんなん頑張れ。こんなんちょっと、これはやな。ハンバーグ作ってますやって。なんか私もそんなんしたよかったわ。こんな私もハンバーグしたよかったわ。台に出してこねてみて、その勇気ないわ。もうこれ台にひっつくって、絶対。あまりにも握りしめたらあかん。握りしめたら全部手の方に行っちゃうから。チキナベイベーコンコンって子供は言うてるし、チキナベイベーじゃないわ、本当に。もうちょっと、あと数滴みたいなのも入れとこう。なんせ 300cc やから。なんやろ、もうとんでもない水飴を混ぜてるみたいな感じやね。水飴のあの初めの方、あと2分やろ。水飴の初めの方いう感じ。何足すって、何足す、粉足す。いやだってちゃんと測ったもん。
いやもうちょっと分量信じるわ。いや今までこの分量でちゃんとできてんのよ。ちゃんとできてる。うん。うん。こんなんやけど、もうちょっとこねるわ。いやーもうむちゃくちゃ。ちょっと待って、でも大丈夫みんな。安心して。これ4回目か5回目やから。4回目か5回目やから。これ誰が信じて、誰が信じてくれるの。これの4回目か5回目を誰が信じてくれるんだ、これ。はぁ、あ。え？こねてれば大丈夫だよ、やろ、ほら。やっぱね、信じてこねて、信じる者は救われるや。とにかくこねるわ。うん、とにかくこねるわ。こねてたらなんかなるやろ。なんかやろ、もう手から、でもさっきよりだいぶ良くな、何を基準かわからんけど、さっきよりだいぶ良くなってきてる感はあるね。あ、クッキングシートでこねてたよ。せやせや思い出した。久しぶりすぎて忘れてたけど、せや、クッキングシートでこねてたな。オッケーオッケー。せやせや。ここでこないして剥がしてね。だから皆さんね、あの300回記念見終わった後、ぜひ第1回目ちょっと見てみてください。あの第1回目もこんな感じやね、雰囲気的には。で、全てのことがういういしいよ。で、キッチンのね、調味料とかも全部わしちゃうね。でも、あ、こんな調味、こういうさ、調理器具あったなとかさ、これすごいわ、ひっつけへんわ。どういう素材、はいはい、もうちょっとやんねん、私は。何を勝手に、何を勝手にか、ピピピピって勝手にか、私がセットしたけど。せやな、せやせや、せやせや、クッキングシートでやってたやってた。一回自分のをね、ちゃんと見、私は昔のやつを見返すんじゃなくて、この自分がピザ作ってるのを見返せばよかったな。でも見返すって言ってもね、ずっと喋ってるからさ、長いやん。だからこのね、あの YouTube をこのすごくたくさん配信するようになったきっかけが、やっぱりこのコロナきっかけやねんけど、ほんならスタッフさんとかがもう10分前後じゃないとダメだ、ダメだじゃないけど、基本10分前後にした方がいいですよって言われたから、なるべく10分以内の方がいいって言われてん。その方がさ、ちょっと見ようと思った時に30分40分やったらみんな見る気せえへんから、だから私おしゃべり料理第1回目ちょっとでも10分以内にしようと思って一生懸命頑張って、それでも10分以内にならなくて、ほなんで今蓋開けたら1時間半やんか。10分以内どこ行ってもた、10分以内の話どこ行ったんですかいう感じ。本当にもうこれでいいようにしようか。もうこれはもうちょっともったいないけど、これでいこう。この時点でも発酵は進んでそうやけどね。あー、なんか焦るわ。もう私、皆さん、あのちょっと長くなりますよ、本当に長くなる。で、かゆい、かゆいわ。ここちょっと、こんなんね、配信の時やとあまりにも長いな思ったら、ここはもうカットする時もあるけど、今日はカットできへんからな。そうそう、キッチンシート、クッキングシートやな。よっしゃ、クッキングシートや。クッキングシート出そう。クッキングシートや。何回も言います、クッキングシート。なんで手洗ってるの、せっかく拭いたのにも手洗ってしまってる。よっしゃ。そうそう、クッキングシートでね、そうそう、これやったら手につけへんねん、すっかり忘れてたわ。こう折りたたんでやるからね。あ、2枚にしてたか、上下で2枚にしてたかな、上下で2枚や、上下で2枚、いや長めにしてたな。
目だった。よっしゃ。ほんで、はあ、リエさん落ち着いて。そうやんね。いや、だんだん、いや、これ下手したらほんま2時間3時間コースなったらどうしようと思って。2時間3時間。これなんで明かりのところにあるの？あ、置いといて。ごめんごめん、そこに置いてていいよ。わかんなかった。うん、たまには無言になりながらね、美味しくできますようにって。本当ですよ。今日に限ってわけのわからんことになったら嫌やで、ほんま。とにかくこれがこっから剥がれるまでも大変だよ。自分の手がこの素材やったら、ほんまこの素材、自分の 手のひらがこの素材でできてたらこんな苦労することないのよ。はい、本当にこれはいいです。こうやって全部取れますからね。よし、これでいこう。ほんでこうや、うん、ほんでこうやな。やっぱ3枚やから多いな。ほんでこうや、ほんでこう。絶対やばいよ、クッキングシート。なんでなんで。え、これ打ち粉してって、打ち粉って書いてなかったで。いや、これでいけるいける。いや、私ね、もうこれ見て、手に何にもひっつけないでしょ。あら不思議、手にひっつかない。よいしょ、大丈夫。うん、3時間コース付き合うぞ言うてる方いらっしゃるけど、本当にね。だから私今日スーパーチャット、あのできないような設定みたいなのあえてさせていただいて正解でしょ。私これでスーパーチャット来てね、もうそれ読まなあかん、これ手こんなんやわ、もうむちゃくちゃやから、もう読まれへんのが一番申し訳ないってなるから、よかったよ。リエさんリラックスだよって。そうしようか。ちょっといいか。ちょっと座ろう。何もせえへん時間もちょっとあっていい、はっきりして。これで、こういう感じでもいいよ。こうやって。大きいわ、これ。いつものより、やっぱり。もうええやろ、さすがに。ほんで。あっち行ったりこっち行ったり忙しいで。せやせや、私確かこれやってる時も試行錯誤の上にこれをやろうと考えたんやな。うん、これ今やったら手で持ってももう引っ付けへん感じがする。ほら、もう怖いもんなし。急に見てください、皆さん。もうこれと同じ素材になりました。私の手がこれと同じ素材です。ほら見ろ、ひっつかないぞ。よし、これで発酵いこうか。発酵や。で、これ発酵はちょっと今日発酵ボタン怖い。あの、この前発酵できるんだけど、このままほったらかして発酵にしてしまうね。これラップするんですよね。もう私ありがとう、皆さん300回記念ありがとうございます。はあ、この時間好きやって嬉しいな。先が見えてきた。先が見えてきた。さあみんな、さっきはどうなることかと思ったでしょ。今も見て、自由だ、私は自由だ、ほんま。自由だ自由だ。綺麗にまとまったね。あ、クッキング、よかった、そのチャット見れてよかった。これちょっとここにほったらかしで多分いけると思う。で、今日は、あ、先生さ、このコーンを先に水切っとかなあかん。これ花まさコーンって、これを先水切っとかなくちゃいけないかな。これを一番初めにしようと思ってたんだよ、忘れてた。うん、でもね、このピザで、私このピザなんかでレシピ見た時は発酵いらずって書いててん。はだから、いや、発酵いらずって書いてんの読んだ時に、そもそも発酵させなあかんね。私からパンとかその時作ったこともなかったから、発酵させなあかんことも知らんから、だから しなくてもいい。ただした方が美味しくなるのかな、よく分からんけど。よし、
プロ仕様ってね、さっきあの手の人が何を言ってんねんいう感じやけど。ほっといても切れるけど一回こなしとこう。よし、で斜め。もう入ってよ。やっとなんか落ち着いたわ。よっしゃ、ほんでこの間に、この後は簡単です皆さん。もうこれさえ終われば何もない、もう満タイ。これやってる間だいたい、じゃあ今これぐらいですっていうのをお見せしとこうか。こんな感じね。そんな膨れんでも多分いけるはずやで。うん、ピザ楽しみやな。ほんで今日はね、いや、あのお父さんおれへんから2枚でと思ったけど、お父さんがおるから、あのもう照り焼きチキンを買ってきてもらって、照り焼きチキンピザ、照り焼きチキンピザとこれ買ってきてもらったこれ照り焼きチキンピザと、あとハムとコーンのマヨネーズ、ピザとハム、あその前にサラダ切っとこうか、サラダ切っとこう、いや先にハム切っとこう、さっきハム切るわ、さっき切るもん切っとくわ、切るもん切っとこう、ハムハムハム、よし、もう今日はそんな切れへんからこのちびこいのでいきますね。なんか暗い気すんな、やっぱいつもがフロリダやからか、まあ、フロリダ、そうでもそのうちね、私もこうフロリダ、ほんまにフロリダ行ってみるわな、ほんまにフロリダ行って、フロリダからおしゃべり料理とか言ってさ、ほんとに。あ、チキンするのね、用意してない。あ、ごめんごめん。急、私も急に決めることがあるからぜ。あ、嬉しい、ひろみちゃん。同じエプロンで料理してるのが嬉しいやって。あ、嬉しいな、そんな風に言っていただけて。私も嬉しいわ、同じ時間に同じエプロンをつけて料理をしてくださったりね、これを見てくださってるかっていう方がいると思ったら、今日妹のリサが4歳になりましたって。葵ちゃん、リサちゃん4歳のお誕生日おめでとう、生まれてきてくれてありがとう。あ、リエちゃんも飲んじゃえって、皆さん結構飲みながらも見てくださってんの、さすがにあかんわ、さすがにサラダもせなあかん。これ何、あ、これここにいつも表示出えへんのか。もう40分やってるやん。ちょっと待って、私の中で予想外の展開。12342枚分思ったら、今日は全部いってまおうか、全部いこう、300回記念でね。こんなね、もうね、ハムの枚数気にしてたらこんなあがん。プロとしてはね、プロ仕様を使う身としてはね、こういうのはもう贅沢に行くんだよ、贅沢に。このハムをいうのは一回こうやって離すことによって後でペラペラって取れますから、すごい贅沢やな。なんかこんなにハムを使う自分がびっくりしてる何の話ですかいう感じやけど、いや嬉しいな。いやもう3900人も見てくださって、いやむちゃくちゃ嬉しいね。これ忙しい時間でしょ皆さん。でも意外ともう5時半にはご飯食べ終わってるとか、お子さん小さかったらそんなのもあるんかな。でこれ切って、何のために包丁あったんかな。でこれお皿切ったけども、お皿出さんとこ、ここに入れよう、ハム、ハムここに置いとこう。お皿をちょっとでも洗いたくない所存です、所存です。よいしょ、よし、ほんでこれはこっちにこうした、よいしょ、もうチキングリル、グリルチキン、これをちょっと切っときましょう。これ照り焼きチキンピザがなかなかでしょう、なかなかでしょう、これはちっちゃく
あー、これ2枚か。だから今度から照り焼きチキン作るときにめっちゃ多めに作っといて冷凍しといてもいいかもしれへんな。うん、そのパターンもいいね。そのパターンありやな。今日はむっちゃ量の多いお肉になる。これ贅沢やわ。でもこんなんね、ピザ屋さんでね注文したらほんまなかなか高いでしょ。でも今取りに行ったら半額とかが1枚。私があんまりこうピザを買う習慣がないのよ、もともとが。なんかだからピザ1枚が何本ぐらいか分かれへんねんな。たまに人なんかさ1枚2980円とかない？そんなすんのって思うねんけど、まあ、種類にもよると思うけどね。よっしゃ、でサラダしとこう。これ切った、これ切った、これ切った、もう切りました。あとサラダ、キャベツスライサー、キャベツのスライサーしとこう。よっしゃー、うん、皆さん、あ、冷凍庫見たけどチキンないって、ごめんごめん。いやでもハムのも作るから、ハムとコーンも一緒ですから、皆さんハムとコーンも作っていただいて、これか。よし、キャベツは半玉ぐらいいってまおうかな。半玉、家庭はもう力入れたらヘが出そうだ。死の死のとこヘが出るわ、本当にこんなことしてるとね。でね、お母さんがこれ見てたら怒るで、りーちゃんご飯作って食べ物の時にヘが出るとかやめてちょうだい、お母さん恥ずかしいってこんなんだからな、本当に困ったもんですよ。よっしゃ、んで最初この下にこれ敷いとこか。こういうのはこういうのはできますからね。もう今度やります。そうですよね、皆さんね。あ、マータン、マータンちゃんビール飲みたくなってきた。飲んで飲んで、もう皆さん、あのビール飲みながらできる人ぜひビール飲みながら見てくださいよ。あ、ディエちゃん余熱余熱 OK 大丈夫。なんでか言うたろうか、今余熱した。私がピザをやりだした時から余熱始めるわ。多分その方がいいと思う。ありがとう、みんな、みんな さすがやな、みんなプロだね。余熱って結構時間かかったんやったかな。余熱ってちょっと待って、これだけやり終わってから余熱始めるね。結構余熱って20分ぐらいするっけ。これは、あ、今日これ水さらさんと塩で揉んで10分15分置くから。あともちんちんちゃん4000人超えたって、ありがとうございます。4000人超えた言った瞬間に一気に 何人かどっか行っちゃいましたけど、またまたのお待ちよって言おうと思ったけども、帰られた人はね、帰られた人はもうこの言葉が聞こえないからな。どんどん減っていくやん。おい、ええよ、全然減ってください。は、へでもねえわ、へでもねえわ、へ出したのかお前、へこいてやろうか本当に。へでもねえわ、へでもあるわ、へこいてやろうか本当に。リエちゃん、そんなへとか言わないでよ、お母さん。よっしゃ、余熱検視ね。多めにしていいと思う。なぜならば、わかった、今日これいらんわ、これ今日もう水切りせえへん。なんでか言うたら、ここにも塩するから、塩するから、ここでいっぱいしたろ。じゃあこれボールじゃなくて、これじゃなくてよかったやん、ボールでよかったやんいう話。
いつもの癖でこれやっちゃってるよね。あ、嬉しいな、川端愛美ちゃん。やった、生配信いつも笑いながら見てますって、ありがとう。嬉しい、今来てくださったんかな、ありがとう。そうやね、今ちょうど6時ぐらいにさ、お迎え行ってね、保育園のお迎えって、今日は皆さんも保育園のお迎えの人はもう何も作らんと、もうお弁当とかね、もうレトルトカレーでしてくださいよ。うん、あ、そのサラダちょうど夕飯で作ったよ。あ、本当、嬉しい嬉しい嬉しい。あ、頑固だから予熱しないんじゃない、ちゃうねんって。いや、ちゃうねん、予熱してて、予熱終わったのにまだ何もできてないことがあったのよ。だからやねんって、ほんまやねんって。こっから私のことやからまた時間かかるから、大丈夫、この後すぐ、これさえ終わったら予熱しますから。もうちょっとしとこか。周りボロボロやけどね。よし。よし。これぐらいでしとこう。今日はこれぐらいにしといたろ。よし。で、この辺のこれはもう、これモグちゃんです。これモグちゃんの餌。モグちゃんの餌入れに入れましょう、この辺は。今モグちゃんもなんか大きなったよ、皆さん。大きなった。いや、うちに来たのが去年の6月5日なんですよね、娘の6歳の誕生日もやねんけど、もう1年10ヶ月ぐらいになるのかな。むっちゃでかなったしね。ほんで子供がパイプみたいなんで、迷路じゃないけどパイプみたいなの作って、ほんでそれよじ登るときにこうすんねやろね。肩筋すごいね。ハムスターの肩周りの筋肉がすごいのよ、今。お見せしたいぐらいやわ、ほんま。ムキムキやで。あ、これはね、捨てたらあかんねん。私捨てそうと思ったけど。これはベジブロスって言って、これでスープ作ったらね、いいのよ。あれ、ベジブロスだった、これこれ。私もこうやってクズ野菜溜めてんねん。だんだん溜まってきた。これは、あれ、小松菜の下のところ、これここに入れとこう。これベジブロスって、これでね、いや、これでスープとってめっちゃ健康にええねんて。出ました、健康がさ、わかりすぎじゃないよなあ。でも捨てるよりもなんかやったらいいよね。あ、バタヤン今日は延長しろよ。あ、皆さんね、さっき言ったけどこれ延長も何も、いただきますって、ちょっとし食べ出して10分ぐらいで終わろうかなと思ってますね。うん、そんな感じです。今日はこんにちは皆さん。いやー、ごめんなさい、こんな人が現れた。こんにちは、やっほー。本当に何なんでしょうか、ザ小学生すぎて怖いねんけど、あんたどんだけケツ食い込んどんねん。ほんとに痛い痛いんかいな。なんてバカなんでしょうね。よし、よっしゃ、ということで、はい、予熱入ります。予熱検視入ります。レモンの匂い、よし、行きましょう。予熱検視の歌っていろいろあるよね。よし、予熱の仕方もこれ見ないとわからない。だいぶ発酵してきてるね皆さん。さっきよりもちょっと膨れてきてるわ。わかる、ちょっと膨れてきてる。ほっといてもええな、だから。あららら、オーブン発酵グリルを一回押す。何もしないでオーブン発酵グリルを押す。ダイヤルで温度を合わせる。200度、200度にして、オーブングリルをもう一回押す。で、予熱時間セット12分にしとく。予熱を12分、とにかく私これを12分にしといたらいいの。それで温めスタート。よし、とりあえずこれでできた。ほんでこれに塩をまぶして、塩をまぶしてやっときます。はあ、ほんまちょっとしたビール飲みたいになってくるよね。よし、塩小さじ2もいいのかな、これ。
願いします。んでこれが10分ぐらい置くから10分、10分から15分って言ったと10分、よっしゃよっしゃ、あれも揚げなあかんのよ。これ焼いてる間でポテトフライ、ポテトフライしますけど、ほんでこれは10分15分置いてる。何しようと思ったっけ、何しようと思ったっけな、何だっけ、あーこれこれこれ、サラダを入れるから、ここに砂糖第1、砂糖第1、これ誰のやつやったのか、砂糖を酢第3、今日オリーブオイルを使わない、まるで私は早見のこみちか、オリーブオイルばっかり使った早見のこみちか、ほんま。オリーブオイル第3で、これさっき酢測ってやるよりもオリーブオイルをさっきやった方がいいって聞いた気がします。オリーブオイル、うんで酢第3、でマヨネーズ第3、マヨネーズ第3は私はなんかすごい匂いしてます、余熱の匂いしてますね。1、2、3、ここは目分量でいくから、あ、どんどん減ってきたな、どんどん減ってきたからね、全然気にしないのよ、そういうのは気にしない、もうね減ってきて当然ですよ。これで混ぜる必要はないな、何で混ぜようかな、これで混ぜたらいいのか、いや、いつ壊れても混ぜたんよ、いしょ、で焼いてる間にやけど、これをぐるぐる混ぜなあかん、うん、頑張れって、ありがとうございます。あ、コテコママちゃん出遅れたって、全然遅れてませんよ、まだ中盤ですから、うん、うん、いや減ってきても何でもいいのよ、うん、減ったり増えたり、増えたり減ったり、体重と一緒ですね、体重は増え続けるやん、やっぱこれから更年期やから、ほんまに気抜いたら一気に増えるから、この前私ほんま夜中ない、もう夜中2時にラーメン行ってもうてんねん、ほんまあかんわ、しかももう袋麺ね、お湯注ぐだけちゃうよ、袋麺、しかも自分でなんか野菜切って入れてるわ、栄養考えてんねん夜中の2時に、アホなんちゃうかよって、ほんで一気に 1.5 キロ増えたのよ。でもね、やっぱ一気に増えたやつって、あの2、3日ちゃんと食事生活と軽い運動したらまた元に戻った。これがお正月みたいに何日も暴飲暴食やと戻りにくいねんけどね。よっしゃ、んで行きましょう、もう生地を作っていっときましょう。よっしゃ、これで半分ぐらいにしといて、どうせやったらもう2倍の量で切っとけばよかったなね、どうせやったら2倍の量で切っといたらまた使えたんだけど、これも2枚ぐらいやっとこうかな。よっしゃ、んでんで、あ、これ開けたで、これもうちょっとだけ発酵してますよ、ちょっとだけ発酵してます、ほったらかしこでも発酵できてます。これ3等分、ちょっとひっついてもうてるな、
今日パックしていい？いいよ。なんか怖いからもうこれ使うわ。なんの？三等分になってるかな。また経費突き出したで、ね、これ。これでいこう。これぐらいで。もう目分量でいっちゃう。ほんで、はあ、あかりちゃんパックしたいってわけのわからんティッシュペーパーに何かつけるんでしょ。だから丸まるときは一回コロコロっと丸めてね、丸めて開いたらこう丸まりがあら不思議取れますからね、丸めて。まあまあ、あんな手にアホみたいについてた人のアドバイスなんか誰が聞くんだろういう感じですけど。オムライスさんピザですって、オムライスさんが今何作ってはるんですかって言ってくださったんですかね。オムライスさんピザ作ってますよ皆さん。私あちょいちょい言わなあかん。ピザ作ってます。ただいまおしゃべり料理300回記念ピザを作っております。よっしゃ、結構これでペラペラなるぐらいにやってもめっちゃ膨れんのよ。ほんまにちょっとペラペラなるぐらいで、これもう丸とかこだわりなし、丸にするとかいうこだわりはもうなしでいくつもりです。とにかく薄くここになるべく大きく開けるさあ。名前ポン2年やってますよって、何やってんのよみんな。私も知らんとこでね、名前をなんか話題があれです。ひ綿棒だから私これピザとかやる前にこれがあってんけど、なんでこれを買ったんかな。もともとが私がこれを使う料理を何のために、なんか家でうどんでもしようか思ったんかしら。そのうちうどんとかもやっていいかもしれへんね。おかしてこらせ、よっしゃ。そんなん言うたらね、私ボイシーっていう無料音声アプリやってるでしょ。それも、去年今年の5月になったら丸1年なんねんけど、もうすぐで登録者数が7000人になるんですよ。嬉しいな。もうそこも1万人とかなったらもうバンバン歳っていうか、もうそこはもう感動やね。1万人なんてなったら本当に毎日1人2人さ、たまには10人、たまには急に50人とか、そんな増え方でね、やっと7000人まで嬉しいな。本当にこれもっと広げなあかんと思うね。私結構ペラペラにした方がいいね。ほんま膨れんのよ、信じられへんぐらい膨れんのよこれ。信じられへんぐらいの膨れ方するのよ。よっしゃ、こっちで見てくれて、いや嬉しい。 A ちゃんが、旦那が向こうで見てくれてるわ。 A ちゃんどう、チャットとか見れて楽しい？頑張れ。あ、皆さん A ちゃんが初めて生配信のチャットを見てくれてます。 A ちゃんに皆さんエールをお願いします。あ、ボイシーはお金いりますか？無料ですよ、無料アプリですよ。無料です。無料で月金でお話聞けます。あ、ボイシー聞いてみてください。聞いてみてください。ほんでね、プレミアムリスナーさんって言って、毎月500円払ったら、聞けるっていうのもあるんだけど、そんなんせなくてよくて、基本的にはもう、そんなん、まあ、してくれたら嬉しいですよ。もちろんすごく、そういうのをね、500円払ってでもなんかそういうの、
そういったファンクラブみたいな感じだね、そのプレミアムリスナーいうのは。うん、月500円のファンクラブ。ピーちゃん行った。ピーちゃん一回来たよ。A ちゃんで、あら、あ、A ちゃん、A ちゃんで。よっしゃ。みんな A ちゃんの後にハートマーク禁止や。やめろ。 A ちゃんの後にハートマークやめろ。本当にゆっくりなったら、ね、早く。よっしゃ。結構これまだやんのかいう感じ。どこまでやるんだいう感じやろ。よし、伸ばしすぎて、これ以上伸ばしたら入れへんわ。よっしゃ。よし。んで。めっちゃハートマークの A ちゃん来るんだけど。A ちゃん、ハート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 。見て、ほんまにね、やめや。私がハートをやめるってハートばかりね、絶対あかん。ほんまこれは SNS 不倫言うやつや、こんなもんは。ほんまあとダメです。ケチャップ、これはピザストーン。こんな野郎、ま、だそのキスマークの人ちょっと名前覚えといて。ほんま、あの訴えますからね。あのもう裁判やで、裁判。うん、ハート来たいっぱい、ハートいっぱい来てんのかよ。裁判やん、こうなったら。ハートハート、あかりちゃん着替えて。チューめっちゃ来た。ほんまにもういかにせなあかんで。これ旦那がまんざらでもない顔してるのが腹立つねんけど。どんな顔で見とんねん。A ちゃんハートとキスマークどんな顔で見とんねん。お前まんざらでもない、なんかまんざらでもない顔して、まんざらでもないっていうか、なんかそらそうやろみたいな、そらそうやろみたいな。A ちゃんチューチューチューしてた。ちゃこちゃやな、ほんま。僕はチューつけてもらった。チューつけてもらった。あ、チューつけてもらった。チューつけてもらった。かわいい。よっしゃ、チーズ乗っけて。チューつけてもらった。かわいいな、みんなテンション上がって、皆さんありがとうございます。ねえ、まさかうちの子供たちが盛り上がって、ありがとう。冷凍してるからもう霜だらけでね、霜がすごいわ。なんせいいちゃん、いいちゃん、チューチューチュー来てたよ。チューチューチュー来てたよ。だって、流れ来て、みんなふざけてんの。ありがとう、ありがとう。大人が冷静に、これね、スーパーとかでさ、こうピザ買ったりするでしょ。焼くだけのピザってもうすっごいチーズ少ないのよ。だからお家やったら、これもね、プロ塩、プロ塩、なんでもプロ塩ですけどね。プロ塩は安いわ。あかりちゃん、シュン君。よっしゃ。あかりちゃん、あかりちゃん。これまた次使うから、こうしといて。んで、コーンもアホみたいに乗せられるからね。コーンってこんな乗せられへんでしょ。もうコーンをいっぱい乗せて、よっしゃ。赤ちゃん、ハモもいっぱい。赤ちゃん大好き。赤ちゃん、おめでとう。かわいい赤ちゃん。あかりがさ、やっぱひらがな読めるようになったから、ありがとうございます。来た来た、ほら見て、余熱終わったで。ちょうどでしょ、皆さん。なあ、余熱の時間、ちょうどこの逆算方式、ちょうどです。赤ちゃん大丈夫？ちょっと A ちゃんごめん、ちょっといい？何？ A ちゃんっすよ。 A ちゃんじゃないっすよ。 A ちゃん、赤ちゃんも早すぎる。
これ何個？これ全部で今日3個しようかなと思ってる。ハム1個食べたい。あかりちゃんおめでとう。あかりちゃん。これ。で、こうやって生配信でしょ？あかりちゃん。あかりちゃん。めっちゃあかりです。これでも、焼いてます。みんなあかりちゃんがやった。よっしゃ、ここにある、ここにあるキャベツを水に絞ってこれで混ぜてもらっていい？ね、僕混ぜたこれ、あ、ごめん、これ水絞ってで、私もう一個手で絞っていいよ。もちろん何で絞る気？絞り気ああ、もちろん水、あ、水ちゃんギュッて絞ってで、ここに、あれあのシーチキン入れてもらっていい？シーチキン、うん、で混ぜる、うん、でこれシュンが好きなサラダやからな。いつも食べてるサラダなんて。わあ、バタヤンチャンネルさん4000以上の方、ね、ご視聴ありがとうございます。うわ、本当です、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、こんなことないですよ。このこんな夕方の忙しい時間に本当に皆さん嬉しい、ありがとうございます。彼が言っていることは本当です。いや、私彼じゃないです、彼女です。違う、ね、ママがチューチューチュー来てるよ。ママにもチューチュー来てる。いよいよやな、嬉しいわ。あー、最後の最後にこんななっちゃってる。なんでだよ、もう今そんな時間じゃないんだけど。チュー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 チュかわいいな。次はファミリーだって。かわいいな。見て、お皿出して、なんかお皿並べたりしてもらって。あと10分経ったらもう生地を焼けるから、次第2弾焼いていこうかな。よっしゃ、かわいい、かわいい、みんな喜んでありがとうございます。子供たちテンション上がっております。ね、しかもあかりにはさ、みんなひらがなで卒園おめでとうとか書いてくれたり、ありがたいな。ファミリーもぐちゃん、ファミリーのぐちゃんとか、もぐちゃん、照り焼きチキンの人、マヨネーズとこの前お好みソースしてんけど、それでも出て親しいといいかな、うん、何が合うと思うのかに、うん、それじゃない。でもこのそれとオイスターソースやったかな、うん、あ、とんかつソースか。もぐちゃん見たいだろ。あ、もぐちゃん、じゃあご飯食べるときにもぐちゃんを知ったらいいよ。ママ、ママ、今はね、もぐちゃん。ちょっと余熱しとく。これちょっと。よいしょ。急に静かだったね、皆さん。なんでか言ったら、これが焼けた後に第2弾をもうやっていきたいから。あかりちゃん、ランドセル何色やって。紫だよね。紫だよ。うん、みんな優しいな、こんな子供に対して。ありがとうございます。僕がお腹空いてます。ほんで3枚目はこの配信終わってからやってた。油捨てて。うん。ゆうくん、ゆうくんは？ちょっともう今日はえいちゃん、私ちょっとちっちゃいシャッパン買ってきたから開けようか。300回やからな。いや、ほんまビールがいいかな思ったけど、なんか皆さんたくさん来ていただいて。えいちゃん、
ありがたいわ、本当に。4200人も、もう本当にありがたい。ありがとうございます。だって考えて、A ちゃん。4000人だ、結構広い会場が満席になってるよ。何、どこの、どこわからんけど、体育館とか満杯やんか。体育館とか。近所の体育館が、何あかり姫って来てた？あらまあ。しゅんくん、結構みんなしゅんとかの声が聞こえてんねんな。ねえ、そういうことやんな。お菓子で混ぜた方が早いよ。ちょっとハムが余りそうやからハム入れる。半分に切る。それでいいよ。これでいい。今ね、りゅうくんね、なんか作ってるんです。ねえ、みんなお手伝いして、あれ出して、あのお皿3つに分かれてるお皿出しといて。あと6分で1回目のピザ焼けるからな。どれ、何が、どれそれ、3つ、うん、5個、うん、5個5枚や、5人家族やから5枚。今日 A ちゃんおってくれてよかったわなあ。え、そうじゃないと私これまた大変やったもん。配信で知らなかった。知らなかった。なんで、うん、みんなもう言ってたっていうかさ、 YouTube 見てくれてる人やったらみんな知ってますからね。どう？美味しい？うん、それシュンが好きなサラダ。思わな、こういうピザやからさっぱりしたサラダかなと思ったけど、全部子供が好きなやつにしよう今日は。うん、私全然丸まん丸じゃないけどこれでいいとしましょう。よし、もう一枚もやっとこう。これは冷やしとく？うん。えちゃん洗いたい？うん、洗いたくなってきた、あここ見てたら、うん、ありがとう。もうなんか落ちて、うん、落としても向こう出しとこうか。美味しかったよ。これ、うん、それで入る。何でも、全部、もう全部入れちゃうやつにして。ありがとう。何しようもだから、あれこれか。ほら、ひかりん611ちゃん、ピザ食べたくなってきた。焼いてんの見たらもっと食べたくなるで。焼いてんの見たら。もうちょっとや。あと4分で焼ける。広い雪いるよ。
いてるやん。うん、多分偽物のひろゆきさん、ひろゆきさんのファンの人ちゃう。なんかもしかしたら見てるけど、私が油入れてるところの途中の配信からになってる人もたまにいるんだよね。モテモテリュウくん、リュウくん意外とモテないんだけどね、皆さん。でもリュウは高校だったらモテる気しない。A ちゃん一番モテてる時いつ？モテてる時あったやろ？かっこいいんやから。モテてる時あったやろ？中学？違うな、24、5だな。私と一回別れた後やないか。私と一回別れた後にめちゃくちゃモテてるやないか。そうなん？社会人になってから？じゃあめちゃめちゃモテてた後に後に私を選んでいうことだな。そうだね。なんでなんでなんでそのモテてた中の女性の中で私が一番やっぱ綺麗だったんですかね。どういう状態でそうなったんですかね。忘れてた。覚えてるやろ。忘れちゃった。言うよ、本音を言いなさいよ。忘れて。忘れてない。忘れるわけないやんか。愛おしかった、愛おしかったって言ってみて。愛おしかったって言ってみて、せーの。愛おしかった言えよ、ちゃんと。愛おしかった、愛おしくて仕方なかったって。毎日抱きしめたかった、せーの。毎日抱きしめたかった。じゃあなんで急に片言なの。よいしょ。あ、大丈夫、今ポテトもずっと弱火にしてますからね。今ランドセル見ててもいい？いいよ。見たいっていうから。見たいっていうから。あかりちゃんが選んだんですよ。うちね、服でもね、エコバッグの生地も全部子供に選ばせることにしてて、その方が大事に使ってくれるしね。あ、あかりちゃん、あ、危ない危ない。あ、じゃあいいよ、かじゃ、はい、こんな感じ、こんな感じです。かわいいよね。今すごいよ、ここんとこのハートなってんねんから。ハート、ハートして、ハートでかるもんね。すごいね。おかちゃって戻る。はい、軽いな、今はね。よし、焼けたぞ、一発目。パッ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 。あかりちゃん、今ここ危ないから向こう行って、後でまた ご飯食べるとこ戻ってから。ドタバタや。できました。エビ反りまくりのピザです。りえちゃん、あの、今日お皿出してもらっていい？まんまりの。うまそう。誰も話すよって。あ、見て、僕の指パッチ聞いてください。どうぞ。何？まあ、聞けて一人。いいよ、ちょっと。これね、このうど。シュン、じゃあ指パッチンしながらこれ持ってって。無理。いや、じゃあ無理やな。そっとまっすぐ持ってて、なくないから。よし、なんでか、これ今のね、今入れてるから。で、2枚目焼いてる間に、よっしゃー。ちょっと待ってね、ここ A ちゃん、ちょっと待って、ここ水がすごい。ちょっと待って、ありがとう。みんな子供たちがテンション上がってます。本当にね、テンション上がってます。ほら、みんなお箸並べたりしてごらん。子供たち可愛いやったら。はい、ありがとう。ありがとうやって、可愛い。ありがとう、ありがとう。えちゃん、これ一瞬抜けられるの？ごめん。あ、私が行けるわ。よし。
べるときにやります。偉そうかよ、偉そうかよ。ここでもう1時間半、5時半、6時半、いや1時間半やってる。皆さんごめんなさいね。ウスターじゃなくてトムカツソースでいく。って言うてんねん最近。何、私のゲーム配信をしてくれって。そんな私ゲームも分かれへんもんね。これえいちゃんソース多すぎた。どうすか、やっぱイケメンだよね俺。自分で言う人ってイケメンちゃうねん。私美人だよね。どこかやん。ちょっとそんなツッコミあかんやん。ほんまにどこかやねん。いやよう考え合ってるやんか。よう考えたら合ってるやん。でもさ、自分のお母さんにどこかやねんって。ちょっとあんた女なんだよこっちだから。こっちから、まあもう4300人もありがとうございます。ありがとう、えいちゃん。むちゃくちゃ助かります。シュッくん、イケメンでだ。マジ、僕イケメンだもん。頭おかしいかな。ね、パックしていい。今。もういいよ。もういいよ。もうご飯食べる時間だからやめて。食べ終わったらね。お父さん、静かだって。もっと喋って。お父さん、静かなキャラクターなんだよ。最近覚えたのやるわ。行きます。ピー！何なんすか、どこで。もう一回ね。ピー！さよなら。さよなら。さよならやな。これさ、これとさ、えいちゃん、ここにやってもいいと思う。やってもいい。で、上から前にシャシャシャ。ああ、もう今かけてもらうってこと？そう。ママがダメって言ってね、かっこいい。こうもしな、こうもパラパラ。世界一大好きだよ。今リーさん世界一大好きだよってきた。うわ嬉しい。かわいい。パパ、ゆうくん楽しい人だね。ゆうくん楽しい人だよね。何回送んねん。リエさん世界一大好き。何回送んねん。男の子から。よし、後ろ取ります。照り焼きにマヨネーズも合うようだって。うんうん、マヨネーズ上からかけたよね。なんでお肉の。いいの。よし、これもう2枚焼いたら十分や。ほんで今からポテトフライや。ハムとお肉のピザどっちもだよ。どっちもどっちも。また来た。また来た。リーさん世界一大好きだよ。また来たよ。かわいい。皆さんありがとうございます。もう300回記念で私がこんなに喜ばせていただいてね。えもう最後どんどん無言になるでしょ。すいませんね、このカメラバッグ。よっしゃ、今からポテトフライしよう。えいちゃんいけねー。どうしようかな。これちょっとあかりちゃんかわいい。こうたままやから。いらないね。
いや、私が茹でたらよかったけどもね。かわいいって言われてすぐにありがとうって言えるってやっぱすごいと思うねん。どまえへん、ありがとうって私の中でかわいいって言われてはってなんねんけど、自分やったらな、うん、楽しいって言ってくれてる、すいませんね皆さん、本当にもう特に何もしてないのに、本当また来てんのかいな、また来てんのかいな、ま、ポテトフライありがとう、みんなだね、感謝だよ感謝、ピザ着るやつ、ちゃんこれピザ着るやつ、ポテトフライ、よし、もう皆さん食べられると思いますが、れいちゃんこれも拭いてくれ、あ、そうだね、そうしましょう。で、これポテトフライ食べる時のケチャップ、龍之介リュウリュウリュウ、お兄ちゃんが端っこにちょんちょんちょんって戻しとき、あのちっちゃいところに、ママあとポテトフライスとします、うん、ありがとう、よし、みんな今日ほらあれ飲んでええよ、リンゴジュースほら持っていき、特別だよ、もう今日は麦茶じゃないで、リンゴジュースやで、はいどうぞ、はい、これもええかな、これもポテトフライ、これ全部いってまおうか、今日は300回記念やから全部いってまいりましょう300回記念は全部いっていいんですよ、油もそろそろちょっとこっちにしようか、えいちゃん、チュー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 ほら、ちょうどいいんちゃう、あと8分でもうちょっとあっちが上がるから、すいませんね、今日これはあのスタッフさん、三沢さんありがとうございます、長い時間申し訳ないです、もうスタッフさんもね、この300回記念をずっとこの配信する時にはスタッフさんもあのついててもらわないと、私が勝手にこうできることじゃないのでね、ありがたいです本当に、いや私ほんまこれやっとゆっくり喋れるわ、本当に皆さんありがとうございます、こうやってですね300回やらせていただけたの本当に皆さんのおかげです、てかね、今日たまたま見てくださった方も、ちょっとよかったらですね、今まで299回の配信しておりますので、何回かチョイスで、いや皆さんの中でおすすめの回ありますかね、この回初めて見るならこの回やっていうのがあったら、ちょっとチャットで教えてくださったら、もしあれやったらバタヤンのおしゃべり料理といえばこれでしょういうのがねあったら、ちょっとここに書いてくださったら、初めての人がじゃあちょっとそれ見てみようかってねなるんちゃうかなという所存です、おじいちゃんに電話してほしいって、じいちゃん電話できへんねん今これやから、いい今日はじいちゃん今日はあれや役員会水曜日は役員会ですね、じいちゃんはだからそれこそじいちゃんも、あー本当にありがたいな、なんかありますかね、嬉しいな、もうちょっとでみんなに食べられますからね、5時半やろ6時半、やっぱ1時間半やってるね、本当に1時間半やっちゃう、結局のところ、ロールキャベツ事件って何やろ、あ、ロールキャベツ事件やっぱそうやな、確かに確かに、ロールキャベツの回はあれも長いねであんなの編集して短くもしてまとめたらまた面白い、やっぱね初めて見る人がね90、60本以上ある動画を見ようと思えへんと思うのよ、やっぱ、うん、何やったの、ロールキャベツ初めて作ったらロールキャベツのロールのキャベツがボロボロの臓器みたいなと思ったのほんでめっちゃ頑張って作ったらみんながキャベツを剥がして中の肉だけ食べるよね、もうめちゃくちゃの回ですよね、あれは
暑い。あ、星芋子ちゃん、私も小学校の役員帰ってきました。とお疲れ様です。役員さんって大変でしょ、本当にね。あの、私もいろんな役員やらせていただいてますけど、大変やねんな。大変やけど、やっぱり子供のために誰かがやらないとやし、やったらやったら楽しいのよね。やったら、ヘアメイク、あ、私、菅田将暉には来た。大好き。菅田将暉に。あとね、5分でこっちが焼けるから、その間にこっちも上がるでしょ。まだくにゃくにゃやから、カリカリになる。何を？もうあんまりもう変な音とか嫌やからやめとき。なんで嫌？今からちょっとこのカメラごと移動したりするので、ちょっとあの皆さん頭クラクラなるかもしれないですけど、ちょっとすいませんね。なんか音ってもええ感じになってるか、お家の中。なんかな、学校の何かとか。石坂京子先生、京子ママにも。ああ、疲れたな。くっとビール飲みたいけど今日は。あ、リンゴジュースってピザに合うの？今おろいな。え、あの誰かのこのコメント、洗い物してる A ちゃんとせかせか動く私が、あの渡美時代の2人のようでしたって、なんか嬉しいな。だからさっきもね、後ろ通りますって言うけど、やっぱアルバイトしてる人やったら分かる。居酒屋で人の後ろ通るときって、後ろ通りますって言わないと、急に振り返ってぶつかったら危ないということで、後ろ通りますを、なんか危ないことするときは絶対言うな、A ちゃん。いいね、今でも言おう、ほんまに大事やな。後ろ通りますって言わないと、バックしますって、あのトラックが大きい声で打てるのと一緒です、ほんまに。次のピザこれにして。ねえねえ、ポテトフライ、これもお皿にやったら、お皿乗るとこ違うで。で、このピザも1枚いくよ。いけるか。あ、ポテトフライ別にええじゃん。じゃこれにするよ、細長いやつ。大きすぎる。それかこっちにてんこ盛りにする。これでもいい。よいしょ、これにしたい。もうちょっとでカチカチなりそうな気するんですよ。これがね、しっかり揚げないと、まあ、カチカチかな、これ。うん、あ、これも結構おいしい。あ、いつもありがとう。あ、みんな、やっぱロールキャベツの回やな。じゃあ皆さん、クワバタリエロールキャベツで検索していただいたときに、初めて見てください。ピーマン事件もあるね。ピーマン容器かな、本当に懐かしい。懐かしいというか、今年もピーマン事件が出てくるんでしょう。よし、もういいか。よっしゃ。よし、あと1分22秒で2枚目が上がる。なんかすごい段取りがいいぞ。よっしゃよっしゃ。でここで軽く塩振って、よっしゃ。山森森子です。
よし。はい、ポテトフライ上がりました。よっしゃ、できた。よし、ポテトフライも上がりました。よっしゃ。ほんなちょっと移動させようかな。A ちゃんさ、あのさ、ピザがもうすぐで焼けるから、これちょっと気をつけなあかんね。ピザがもうすぐで焼けるから、お皿の上に入れて持ってきてもらっていい？うん、よし、じゃあちょっと移動しましょう。変なとこ押して急になったらいいやか。皆さん、ありがとうございます。よし、みんな、あ、メガネかけて、今からこっち来るよ、お母さん。始まるよ。メガネかけて、ほら。メガネかけた？早く早く。リュウもメガネかけて。その間にここを見とくましょう、皆さん、こういうの。そっち今映ってない。よしよし、今、もう落ち映ってるやん、ほら。よいしょ。めっちゃうまそうだけど。めっちゃうまそうやって。よっしゃよっしゃ。僕も食べてる。ちょっと待ってね。これでみんな映るかな。ここにお父さんが来る、ここに。あそこにお父さん来る？じゃあお母さんここにしたらいいか。よっしゃ、食べましょう。すいません、皆さん大変お待たせいたしました。食べる食べる。いただきます。え、もう食べていいでしょ？まだだよ、みんな揃ってから。こんにちは。グラス出してる。疲れた。うまそう、照り焼き。はい、皆さん、照り焼きチキンも美味しく焼けました。見えますかね？よし、ほら見て、美味しそうだよ。美味しそう。でかいキツが、でかいキツが映っちゃうぐらい。よっしゃよっしゃ。うわ、映ってるよ、ママ。ママのでかいキツが映りまくっちゃって。よいしょ。これでいいか。うん。スライディング。うまそう。はい、みーちゃん。皆さん、大変お待たせしました。やばい。皆さん、今日本当に300回ありがとうございますという、もう皆さんが見てくださってるおかげということを、ね、今日誰か見て、うわ、めっちゃええ匂い。めっちゃケツデカケツデカってくるよ。あれ、これあんま焼けてなくない？え、これもうさ、あともうちょっと焼くわ。なんか切ってる時におかしいなと思って。なんでやねんねんねん。いや、これもうちょっと焼いた方がいい。歴史に名を刻みました。ビール飲みたい。乾杯。おしり。もうちょっと焼こう。これ柔らかすぎへん？ちょっと触ってみて。ダメ？あ、まあ、いや全然やん。なんか感動するね。あ、BTS グブの真似してください。おけつわらわら。ジミンさん、ひろし、ひろうで。多分余熱が甘かったからやな、あれ。あれね。あとでここで5分焼こうか。大変だね。お腹空いたよ。5分ぐらい焼こうか、えちゃん。うん。みんな、本当に食べようよ。早く食べたいよね。はいはい、じゃあ、乾杯しました。はい。はい。祝300回。せーの。祝300回です。じゃあ、まずいつもの始まり方どうする？違う、今日。いいよ。あ、どうする？うまそう、うまそう、うまそう。300回記念おめでとう。ありがとう。ありがとうだよ。あ、すみません。300回ありがとうございます。いやー、イエーイ。音がいい。映ってないけどいい。あ、いいんですか。ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい、いいの。もう乾杯しよう。乾杯しよう。危ねえ危ねえ。これ先に水飲んで。俺、えいちゃん、もうちょっとこっち来たら、せっかくやから。いきますよ。あ、映ってるか。映ってるよ。こっちが映ってないように見えるだけで。オッケーオッケー。では、祝300回皆さんのおかげで続きました。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。乾杯。はぁ、あ、やっとなんか、やっと水分飲めるわ。じゃあこれ。あー、美味しい。
食べよう。ポテトいただきます。ありがたいな。ピザ食べます。うん。マップパップ。ポテト美味しいよね。お母さんもポテト食べたい。はあ。お箸いらない。あ、うまい。お箸いらなくない？うまい。お箸はこれがいい。むっちゃうまい。うまそう。美味しい？ポテトだけ。あ、ポテトじゃない。美味しいですか？うまいぶわ。サラダも食べてな。入れたらお菓子の。旬の好きなサラダやで。うん。え？ありがとうございます。いいわ、おいしい。うまっ。あ、一緒に乾杯できて嬉しいですって。ありがとうございます。号泣やっぱさ、ずっと見てくださってる方がたくさんいらっしゃるから、ジャイアンの声で300回記念、うん、ありがとうって言うわ。ポイノミタ300回記念ありがとうじゃあ次は逃走中バージョンの、クワバタが300回記念を記念してピザを作った。逃走中ハンターから逃げ切れ。あ、逃げる、似てるでしょ。今日 A ちゃんがいてんのも良かったね、うん、お父さんがいてんのね、うん、このいっぱいさ、ハムがついてる。ちょっとピザ見て、あと10分ぐらいちょっといいですか、皆さん、せっかくやから。うん。お皿ちょうだい。よいしょ。おいしそう。うまっ。誰やねん、ほんまに。ちょっと生配信で変更いたん、誰？誰？いやーい生へイエーイ。え、怒らない怒らない親怒らない。ファンファーレです。まさかのもうね、何やこれ、クラッカー、おけつクラッカーおならクラッカーね、うん、おならクラッカーです。ディエさん世界一大好きだ、シュンくんかわいい。おならわらわらママ、BTS の真似してよ。BTS のジョングクさん。うん。今日は、バタヤンチャンネルの300回記念なんだけど、なんか、チキンの、ピザのチキンのがなかなか焼けなくて、もう一度、200度で 5分の間の焼いてるんだけど、さっきちょっと覗いたんだけど、まだあんま焼けてないから、もう5分の間の焼こうかなと思っている所存です。で、喉からか、ちょっと待って。ここは滑ってる感じが満載です。この子供たちは、こんなうるさかった子供たちが、おとなしくなった所存です。もうやめていいですか？ダメです。まあ、それ何？ボイシー聞いてないんですか？ボイシーの中では流行ってたんです。一瞬。わけわかんない。じゃあ見てくる見てくる。いや、もうちょっとやった方がいいな、もう出ない。ダメや。あ、ボテだ。ファイティン来ました。ファイティン、ファイティン。なんちゃん、ファイティン。なんちゃん、ファイティン。もうええかな。でもパンみたいで美味しいよ。え、うん、こっちがでしょ、うん、こっちが、もういいか、一回これでいこうか。多分火は通ってるからカリカリにするのか。いや、カリカリじゃないね、火通ってるじゃなくて、半生やって、うん、パンの部分が。うわー、どっちも強い。ママ、いいだけ考えた。なになに、これ焼きだけめちゃめちゃ熱いからちょっと気をつけて。子供たちの中ではジミンの真似、ジーミン。グーグー。え？また来ました。リエさん世界一大好きだ。誰？世界一。いや、また同じ人なんだよ、それ。ジーミンさん。ももちゃん。
ごいありがたいね。うん、歌ってって歌ってって、じゃあなんか誰か歌って。ママ歌ってるじゃん。歌ってはあなたが思うより。姉ちゃんも歌うんじゃないの。私もママ、あれ出た、なんだっけ。あかりがさ、もうやめてって言うくらいママが歌ってたやつ、ボイシーの終わった後あ、演歌みたいなやつ。あうん、えちゃんいい、なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ、照り焼きチキン食べてみようかな。ロミアみたいな、違う、なんだっけな。やっとご飯です、いただきますって。もかちゃんお疲れ様です、ご苦労様です、本当に。あ、バタヤンありがとう、6歳よりって、ありがとう。6歳のお子さんも見てくださってありがとう、これ家族で見てくださってる方もいるんですかね。家族で見てくださってる方ありがとうございます。 A ちゃん、リエさんでなんてありがたい、本当に。リエさんのジャイアンも聞きたい。お、終わった。おい、伸びた、これなんで、おい伸びた言えな、おい伸びた言わんとジャイアンのまでやってみて。どんなの。だから言うは、おい伸びたって言ってジャイアンを調節してからジャイアンに言ってるから、うん、野球しようぜからで言える。野球しようぜ。おい伸びた、似てるよね。でも俺がジャイアンだ。おい伸びた、焼けてる、焼けてると思う。おい伸びた、お母さんドラえもんの方がうまいね。バクドラえもん。私じゃあドラえもん対決しよう。バク、私おと、私めちゃくちゃうまいから。ほんでね、私と A ちゃんの旦那のドラえもんと子供のドラえもんは声優が違うんですよ。そうやんな。そうやね。うちら大山信代さん、こちら三田わさびちゃん。よし、赤ちゃんやってみて。ドラえもん。ドラえもん。僕、ドラえもん。うん、はい。僕、ドラえもん。おー。僕、ドラえもん。じゃあ A ちゃんの前に私やるわ。やっぱお父さんと、お父さん一家の大黒柱を最後にしないとダメですよ。僕ドラえもんです。のび太くん、今日もテストリリーティンだったの。ちゃんと勉強しないとママに叱られるよ。似てるやん。似てる、一番似てない、え、めっちゃ似てる。昔のドラえもんやったよな、大山信代さん。お父さんに言ってもらおう。いっちゃって、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 はい、どこでもドマいやいや、なんかいや、一生懸命やったけど、いやいや、こんな親戚のおじさん嫌みたいな感じ。もう親戚のおじさんの酔っ払う前って感じ。どこでもドア。うんうん、日本やね。いいね、うんうん。お母さんまだ1枚も食べてない。てってれん、どこでもドア。似てる、今バージョン。今バージョンやな。だから今の子供たちって昔のドラえもん見てたら声が違うから見たくないっていうわけよ。Aちゃん最高って。Aちゃんの、Aちゃんのあれ。どこでもドア。一生懸命やることが大事だよね。うん、うん、味付け最高やな、うん、中のソースあれたっぷりでよかったね、うん、リンゴジュース誰か入れて、リンゴ入れたって。お父さん、見えてないよ、みんなから。もう見えてるって。よう見たら見えてんねん、これちゃんと見えてる。よし、もうそろそろ終わりましょうか。うん、はぁ、シュン君うまいってきてる。そしたらね、生であれやるんだ、最後のやつ、締めの。あ、いかん、ポカン。じゃあピザバージョンもやっとこう。緊張すんじゃん、俺。めっちゃ。A ちゃんが入ってるんだよ。俺が何？俺いつもあれだよね、いつものやつだよね。え、分かった、こうしよう。300回、ピザ最高。ここに何で？300回。ピザ最高最高で、お父さんは最高でよ、うーみたいな。あ、じゃあお父さん、あれ、あかりは3点アドリブ、3点、うん、じゃあ砂糖先に、その前に何点ってまさみちゃんが、何点ですかって、
何点だ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 、はい、お願いいたします。あかりちゃん、ごめんだけど、もうちょっとちゃんと座って食べなさいね。違う、狭いの、ここが狭いのじゃないよ、なんかそんな食べ方あかん、はい、生説教、ちょ待って、生説教、やばい、すいません、皆さん。すいません、生理現象ですね。ゲップ我慢したら気持ち悪くなるからな。152点、よし、すごい、100点。100点超えたら十分じゃん。100点、イエスイエー、ありがとうございます。初めての生配信、皆さん100点以上の得点をいただきました、ありがとうございます。あ、リュウ、納豆みたいにってネバネバってやってて、納豆みたいにネバネバと、ネバネバネバ、ディフェン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 、ネバネバネバ、ディフェン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 、なんですこの業務。じゃあラスト、みんなが地理についてれば弁天さんマスカの一点差に、後半残り1秒、フリースロー決めきれば勝ち、緊張するのエース、ここでゲームの主人公は君、チーム一丸になって俺のデメザソー全国制覇、あーい。今小学校で流行っているそうです。あ、もぐちゃん、もぐちゃんは、あ、もぐちゃんも寝てるやん。いや、でももぐちゃんのトンネルちょっと見せてあげてよ、りいいですか、ちょっと長くなるけど、あともう7時半で終わりますね、2時間パターンです、いません、すいません、あと5分ぐらいで終わりましょう。あ、嬉しい、生配信楽しすぎるって、ありがとう、嬉しいな、最高だって本当に、ありがとう。いや、私も早く、長いから早く終わった方がいいかなってずっと思ってたけど、生配信楽しいって言ってくださってありがとうございます。うん、楽しかったです。今、もぐおったばっか。もぐちゃんのね、あ、これ初めて見せたことあったかな、もぐちゃんのあのケージの中がなんか迷路みたいなの作ってんな、リュウ。うん、そう、トンネル、あ、もぐちゃんだけを見せるってこと。あ、見せて見せて、で、ね、あかり、あの入れ物持ってきて、入れ物も見せてあげてよ、入れ物って、そのケージ、そこ閉めて閉めて、その箱ごと、大きなったよね、えいちゃん。いや、この半分の大きさやってんから、かわいい。今耳が寝てない？うん、ほんとだ、耳が立ってる方がかわいい。いや、これ横顔の方がかわいいんだよね。横顔がかわいいね。だって僕ここ見たら怖いよ。確かに、こうやって見たらもぐちゃんちっちゃいんだけど、もぐちゃん今筋力すごいよね、かわいい、筋力すごいよね。うん、いや、アイスの棒で作った家も見て、ちょっと今これ見せたいわ。これお兄ちゃんが作ってんけど、そう、ほら、この周りにほらこういう、ね、で、この上、この縦のゾーンに上がっていくときにめっちゃ筋力使うねんな。そう、あれ、それがマジですごい。こんな風に作ったんだよ、お兄ちゃんが。ほんで、この中でご飯食べたり寝たりもすんの、めちゃくちゃ可愛い。うまい？あ、嬉しいな。なんか何気なく出た。あ、えいちゃんビール飲む？うん。入ってないでしょ。僕入れる。お兄ちゃんの足が太すぎる。あ、じゃあなんか歌ってん、ママ。じゃあお父さんに歌ってもらおう。お父さんの18番お願いします。あんなこといいな、できたらいいな。あの夢、この夢いっぱいあるけど。みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる、どこでもどこバラ笑う、や、終わりたいな。よし、じゃあお願いいたします。ちゃん、もうちょっとだ、もうちょうどいい時間や。お父さんが終わり言ったら、あと3分あるけど、お父さんが終わり言うと終わりですね。お父さん終わりや、終わりや、おいが、お父さん、もうちょっと右だって。一家の大学柱が終わりだよ、終わりだ。ピザバージョンです。もうこの下、汗だらけだもん。みんな早くメガネ取りたいな。いつものせーの、三百。はい。ピザ。最高、いや、すごーい、ありがとうございます。じゃあ、いつもの、いきますか。はい。
いつものせーのみかんポカンちょっとおだけ俺ポカンじゃないし OK 行くよいつものせーのみかんポカンポカンあたすあたしのこと言うの遅いんだよ。ちょっと仕事が。ゆいちゃんこっち見んとこっち見てわかんない。ということで皆さん長い時間本当約2時間ありがとうございました。あくまちゃん今日誕生日ですってくまちゃん誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとうございます。今日はたくさんのあのチャットしながら見てくださって本当にありがとうございました。300回記念、迎えられたの。でもさ泥棒いないって書かれた字見てる人。顔が見えたから泥棒が来るんちゃうかと思ってますけれどね。ありがとうございます、はい、またですね400回記念100回記念ごとに生配信なんかできたらなというふうに思いますのでぜひぜひ、見ていただきたい。そしてボイシーもですね登録すいません喋ってますボイシーの登録ボイシーも登録というかあの登録が難しい方は聞いてくださる方ではあの何とにかくあの聞けたりするので、聞いていただきたいというふうに思います。ということで皆さん、300回記念今日です、おしゃべり料理300回本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございました。あさって25日22時からバタヤン宴会2日後あさってまた生配信やるからみんなまた集まってください。ありがとう。ありがとう。別れの言葉はなしか。なしだありがとうございます。失礼します。